皆さんこんにちは、望月千恵です。今日は東京都立大学荒川キャンパスに来ています。なぜここにお邪魔したかというと、この荒川キャンパスでは東京都立大学健康福祉学部があり、荒川キャンパスにおきまして障害者スポーツの理解促進と裾野拡大を目的に、さまざまなパラスポーツイベントを企画開催しています。今回はその一環といたしまして、現役パラアスリートをお招きし、パラスポーツの魅力や東京大会にかける思いなどを伺っていきます。ゲストはパラ陸上走り高跳びの鈴木徹選手です。それでは鈴木選手、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。まずはじめに鈴木選手のご紹介をさせていただきます。1980年5月4日、山梨県のご出身。現在は SMBC 日興証券に所属されていらっしゃいます。日本初の硬い義足の走り高跳び代表選手として、2000年シドニーパラリンピックに出場して以来、5大会連続の入賞。2017年、世界パラ陸上競技選手権大会で銅メダルを獲得。クラス T64 のアジア記録保持者で日本記録を樹立。世界で2人目となる2メートルを飛んだ現役バリバリのパラアスリートです。ではいろいろとお話を伺いさせていただきたいと思いますが、パラアスリートとして輝かしい経歴をお持ちですが、学生時代から高い身体能力と伺っております。どんな学生生活でしたか？はい、中学校高校はですね、山梨県の方でハンドボール部に所属をしていましたので、本当にこう1年中ですね、部活漬け の生活を送っていました。はい、そんな鈴木選手ですが、高校3年生の時に交通事故に遭い、右足膝下切断ということになってしまったんですが、そのリハビリとして走り高跳びに出会ったそうですが、当時の状況を教えてください。はい、大学でもですね、ハンドボール部に所属して、続ける予定だったんで、なので、リハビリとして走る練習をしたんですね。そしたらやっぱりこうまだまだですね、こういう義足を使って走る難しさがありましたので、で過去にこう高跳びの経験がありまして、走り高跳びをやったところ、いい記録がこう出たので、それをきっかけに高跳びの道へこう進むことにしました。なるほど。ハンドボールとの違いって何ですか？はい、違いはジャンプする足は足が残ってる左足なので同じなんですけど、やっぱりこう、ボールも持ってないですし、マットの方にこう背面跳びをする部分では違いはありますけど、やっぱり一番違うのはこう個人スポーツと団体スポーツの違いが一番かなと思います。なるほど。周りの反応というのはいかがでした？いや、過去にですね、学生時代高跳びの経験もあったので、そんなに驚くことはないんですけど、こうハンドボールをやめるっていう決心もそうですし、あと義足で高跳びをする選手が正直こう周りにはいなかったので、どこまでこう記録を伸ばすことができるのかなという部分はね、こう心配はしてましたね。なるほど。現在も東京大会に向けてトレーニングを積んでいらっしゃるということですが、選手としての活動以外にどのような活動をされていらっしゃるんですか？はい、競技活動以外には学校関係にこう講演会をさせていただいたりとか、あと子どもたちにこう陸上教室をさせてもらったりとか、いろんな活動をですね、しています。はい、そうなんです。さまざまな分野でご活躍ということで、ありがとうございます。鈴木選手の活躍は今後も大注目ですね。次回はパラ陸上について詳しく伺っていきたいと思います。突然ですが、ここで皆さんにクエスチョンです。次回の配信は9月25日を予定していますが、9月25日は何の日でしょうか？では第2回も楽しみにご覧ください。